こちら地面へと落ちてしまった際の研究へと移りたいと思いますが、また後ろを向いてしまいましたね。さあ、トコさん、こちらですけれども、よいしょと。それでは早速実験へと移らせていただきましょう。おっと、地面へとトコちゃんが落ちてしまいましたよ。皆様も研究の結果予想しながらこちら見ていてくださいね。それではトコちゃん研究スタートです。さあ、始まりましたよ。かわいいですよね。フクロウさん、実はこんな風によいしょよいしょとかわいらしく歩くことができてしまうんですね。トコちゃんのトコというお名前の由来は、このトコトコとかわいらしく歩くことができるという点から付けられているんですね。今からお近くにまで参りますので、ぜひトコちゃんの足ご注目ください。よくご覧いただきますと、なんだかトコちゃんの体の大きさの割にはすごく大きながっしりとした足をしているのがお分かりいただけるんではないかと思うんです。というのも、実はフクロウさんたちのよいしょよいしょと狩りの時の武器、これがくちばしというよりはこの足なんですね。鋭い爪と強い握力を持ち合わせております。ですから私たちもこんな風にフクロウさんを扱う際には分厚い革のグローブをはめて扱っていたというわけだったんです。さあ、可愛らしく歩いてくれました。これでフクロウさんの脚力、強さ証明できたかと思います。